ドデストラクションニュース。こんばんは、キリエ役の宮野守です。9月18日に発売される任天堂 DS 版ワールドデストラクションの魅力を毎週紹介していくこのコーナー、第1回は世界観のご紹介です。1000年の周期でリセットが繰り返される世界、砂の海に囲まれた大地、人間が獣人に支配されている世界に全く無関心な少年キリエ。そんな世界を滅ぼそうとする少女ノルテから世界滅亡の力を持っていると告げられ、世界撲滅委員会の仲間に巻き込まれてしまう。仲間との旅、世界の歪みと美しさ、そしてやがて知ることになる自分の存在意義。ワールドデストラクション、導かれし意志。ワールドデストラクションニュース。こんばんは、宮野守です。第2回はワールドデストラクションの世界を知る上で重要となるキーワードの説明です。この世界の海や湖は七色の砂で構成されている。赤い砂は火と同じように、青い砂は水のように扱えるので、人々はこれらの砂を利用して生活している。この世界を支配するのは獣人と呼ばれる種族。何の力も持たない人間は獣人たちからひどい扱いを受け、日々反感を募らせている。この歪んだ世界を滅ぼすために活動する世界撲滅委員会。しかし組織の全容は謎に包まれたまま、いきなり世界撲滅委員会に入会させられる主人公キリエ。彼に隠された力がストーリーの行方を握る。ワールドデストラクション、導かれし意志。ワールドデストラクションニュース。こんばんは、宮野守です。第3回ですが、今日は特別にセガから開発途中のゲームをお借りしてきました。一足先に僕がプレイしてみたいと思います。そんなことを怒鳴らねばならないのか。この声、ゲーム版の魔女の声は水嶋宏さんが出演されているんです。さらにリア役は市川由衣さんなんですよ。お、モルテ登場。オッケー、それじゃ骨も残さず撲滅してあげる。セリフも相変わらず強気だな。お、これはキリエの村かな。のどかですね。洞窟に砂目だけを取りに行くのか。おっと、ここでもう時間のようですね。この続きはまた来週。ワールドデストラクション、導かれし意志。詳しくはオフィシャルサイトまで。セガ